スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はトモトリエコの モノづくりサポーターズはいえっと今月もやってきましたこの時間はいあっという間にまた今月がやってまいりましたえっとご多分にもらえタイトルコールから入りますはいじゃあいきますよはいトモとリエコのモノづくりサポーターズということで今月も始まりました今日は拍手付きですやってみましたありがとうございますはい まああの今月もね先月に引き続きケーキのお店を相模原の経営されている村中社長にお越しラブランスのそうですねお話を聞きたいと思います。今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ともと、リエコのものづくりサポーターズ。発明など知的創作活動の多くは。 実は中小企業によるものですそんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい日本経済の担い手技術立国の立役者ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援しますパワー・オブ・イマジネーション方針国際特許事務所 トモとリエコのものづくりサポーターズはいえー、っとそれでは早速今月も村中社長にお越しいただいて話を聞くんですけれども、はい、まあちょっと前回ねケ、ねえーキ、まあ、屋さんということで、はい、まあこのラジオの番組でも初めての、はい、お業態のおところからのおゲストの 社長さんのお話をお聞きして、まあ、やっぱりケーキといえども商売だしっていうこととかケーキといえどもやっぱりものづくりだし、はい、コストがあるし、うん、まあそれをどう売っていくか、まあ、そ,それで独立してケーキを商売にするということがどん,どんなことだったのかみたいなことをざーっとねすごく短い時間だったんですけども、うんね、お聞きすることができました。はいで 22年ですかね,うすねもう創業されてから、はい、そうなる間にやはり継続されて会社をこう発展させてきて、うん、今回また店舗も増やされるというお話ですしどうやってその今度技術を維持して中身の品質を保ったりとかう、ね、どういうふうにやられていらしたかっていうお話をぜひ伺いたいですねきたということでで、はいはい、決して作るのが、ねえー、簡単ではないと思うんですね物作りでいうとうん、うん まあそんな中でケーキっていうとなかなかこう機械でカシャカシャ作るわけにもいかないしどうしても人が介在してくるとかっていうことを考えるとねやっぱり人材とかもどうされてるのかなとかやっぱりこう職人と言われるようなこう人がやっぱり必要な部分をどうされてるのかいろいろ苦労があるんじゃないかなというふうに思いますのでえちょっとね今回はそこら辺に焦点を当ててお話をお聞きしたいと思いますので。 えー、っとまあそんなことで早速なんですけども、ね、はいえー、っとですねあの私がこの業界に入りまして、うんえー、まあいろんな人とお付き合いさせていただいていろんなことをやっぱり教えていただいて影響を受けましたその中でやっぱりあのお店を出すにあたってですね 必要だったものというものが、えー、ありまして、はい、その中で何て言うんでしょう、えー、やっぱりお店を出すにあたってその人の信念というのがしっかりしてなきゃいけないまず職人さん、えー、を入れるにあたって、えー、自分がどういうふうなお店を出したいのかどんだけまあ ケーキを好きなのかっていう人もいるんですけどもただ好きなだけではなかなかやっていけないのであのその中で自分はどういうふうなお店をやりたいっていうことを面接の時によく聞きますそれで今の9割方が青果学校でであったりあとはあのまあ独立した4割ぐらいが。 2>, 2代目3代目4代目というケーキ屋さんであったり和菓子屋さんであったりの息子さんです今現在ですねあの出たりお店を出したり戻ったりした人が13名ですかいるんですけどもその中でやっぱりお店をやっていくにはということで本当に何ですか細かく話してます。なんかあのー ちょょっとどううなんでしずばり言えてるかどうか分かんないですけど職業訓練校みたいななことをもうやられてるんだなって、えー、ああまあ,あの、うん、よくそういうふうに友達からは言われるんですけども、はい、やっぱり自分がなんていうかな周りの方からさしていただいてこういうふうに育てていただいたんでうち、ん、に何かの縁がありましてこう入ってくる人には必ずですね 先ほど言ったことを一応質問しまして意思確認をををした中でで、えー、最後まま責任を見るとということをやってます、うん、で独立するにあたってもやっ,ぱりあのやっぱりそこまで来てるか来てないかっていう部分で自分の経験の中で話したりとか作らしたりとか、うんはい、いろんなことをさせまして、はいえー、最低限のレベルのとこまではあなんていうかな え到達してない子も23人いたんですけどもやりたいっていう意識がやっぱり強い子がいましてえそういう子はうちからですねえまあ半年ぐらいこう応援ヘルプをやったりとかあの商品構成をまあ3か月間ぐらいはずっとやってあの今では結構そこそこのものになってる子もおります。でもやっぱりり最初話した通り 信念がないと好きだっていうのがないと独立するにあたってはやっぱり体力であったり気力であったりまあ資金もいるんですけどもやっぱりお菓子が好きで作りたいっていうことがないとなかなかやっぱりあの続かないんですねーケーキというのはコツコツこう一個一個のものを作っていくんで機械でドカンと作れるものじゃないんですね。本当にあの10万20万 簡単に口では言えるんですけど、はい、1人で10万作るっていうのはあの寝ななないいいいでで作らなきゃいけないんです、うん、いくら好きだからって言って寝ないで作ったらやっぱり人間持たないんで、はい、その中でえいろんな調整をしながらやっぱりこうできるだけ自分のマックス作れる部分の状態をやりながらだからある程度お慣れてきた子にはどのくらいまで作れるか。 よく展示会をやらさせたりとかでこう自分のスピードでどこからどこまでやれるかっていうことをよく共有、うん、させるんですけども、うん、その中であなたはこのくらいですよっていうことを見せてあげるとその子は自分はできるはずなんだけどあれ実際にはここかっていう、あのー、あ<ー>作ったことによって分かるという。はい、あ,あの 流れ作業で四五人でやってると自分はいっぱい仕事したなっていう感覚があるんですけどその人だけで例えばあの釜というものがありましたあの仕込み、軽量、焼きそれから仕上げという風うにやっていくとどのくらい時間がかかるものかっていうものがわからないんですねそれを小さいお店になった場合はそれを一から十まで全部やらなきゃいけないで経営者になってくると仕入れ、あとその しもう全て判断はその経営者がやらなきゃいけないんで、うん、そういう判断ができるような子を最後にこう育てていくような感覚にしてます。うん、ただだだ作れるだけだと、うん、作業性ののの中の1人になってしまうで、うんうはい、ちょっとさっき私ちょっと失礼なことを言ってしまいましたねもう完全にそういう意味で言うと何だろう学校。あの こうですね。訓練校なんかじゃなくてその何だろう,こう支援独立支援の、はい、なんかもうしっかりした学校。 このカリキラムをもう落ち並べてるような感じで,ですよ、ね。でもあの大体が親御さんが見えて、はい、あのお願いしますということで、あ<ー>まあ二代目三代目の方は特に多いんですけど、はい、あの大体親御さんと面接してこういうふうな仕事をします。はい、あの普通の O.L. であったりサラリーマンと違ってやっぱりあの終わった時間終わった後の時間の方がやっぱりその人の何て言うんですか技術であったりそういうものは必要ですよという。 話はしておりますやっぱりあの今とは反比例してるかもしれないんですけどその8時間で終わる仕事で、えー、例えばお菓子屋さんをやってきたら本当にいいんですけど手作りのものやっぱり機械を使わないでやるものは自分でしかないんで自分を磨いて何て言うんですか自分がこう食べていけるものをやっぱり作らなきゃいけないというのは。 本人ではなかなか分かってないんですよね、うん、だからある程度数,数値とかっていうかそういうものを一回やらせて、うん、それであのやっぱり3年5年経つとみんな独立したり、うん、自分のお菓子を作りたいということがいっぱい出てくるんですけど、うん、でもそこまで行ってないよとか、うん、いろんな部分でお話し合いはします、はい、それであのうちから出たもののところに研修をさせたりとか、うん そうすると朝からの仕事の中でまたうちと全く違う経験を積ませたりとかそういうことでこういろんな何て言うんですか知識を入れさせていくというかやっぱり同じところでやってるとあのその中のものはできるかもしれないんですが場所が変わり物が変わりえ例えば気候も違います。 はい、それによってできるものが全く違ってくるんでその中で、えー、同じものをやっぱり上げていかなきゃいけないという,うそういうことをこう経験させてやっぱり。あの 独立させていかななないいとかか難し部分があるでそうするとまあ社長のところに入ってやっぱり56年は修行期間でできれば8年ぐらいは欲しいなと思います56年でも大丈夫なんですがやっぱりそれにはそれなりの努力本人の努力というのが必要じゃないかなと思います。それで早い子は あの五年ぐらいっていう子もいるんですけども、うんはい、やっぱりそれはそれなりです。うんうん、一番少ない子は三年というのもいます。あ、そうですか。で、そのは、その方は、あの、そういう子は、あ、一か月に一回か二回電話かかってきます。<laughs> <laughs> どうしたらいいんでしょうっていう、どういうものがこれで困ってるんですけどっていう、うん、うもう。 うち出て10年以上経った子がこれがこうなってるんですけどどうしたらいいでしょうかっていうことがうちを辞めた人間というかまあお店やった子もや,やってない子もよく遊びに来るんです。年に2回ぐらいはみんな顔出ししてくれてで現状報告をしてくれまして今こういう状態なんですけどっていうでどうしたらいいでしょうかっていうですねあの本当に。 まあいい関係ではあるんですけど、ね、はい、それでまあそこそこ皆さんみんなというかこうよ、うん、いい状態ではあるんじゃないかなと思いますね。うん、まああのうちの奥さんとよく話ししてるんですけど、うん、今、えー、山形、秋田ずーっと。はいおー 関西の方まででいるんですね、はい、だから、うん、あの引退したら奥さんとゆっくりあのお店を見ながら <laughs> ゆっくり回ろうかねっていうのが <laughs> あの最近の口癖ですねんみんな本当にあの自分の子供みたいな感じで接してたんで。 あの本当に仲がいいんですよ<ー>しょっちゅう,こう電話かかってきて「うん、今こうしてます」とかっていう、うん、どうでもいいことをいっぱい話してくれるんですけど、うん、あまあでもやっぱりそこら辺が社長のこれ人材人にかけてるこう思いっていうものが形となってるような気がします。 一応て,もらって一応兄弟っていう風に言ってるんですけど私だけじゃなくてみんながこう話し合いできるようにして近くのものは一応そういう。はいう まあ兄弟っていうんですかちょっとおかしいんですけどあの指定関係ではないんですけどやっぱり兄弟でいこいいろんなことをやっぱり切磋琢磨しながらあっちがこういうふうなやってるから自分ちはもうちょっとこういうふうにしようとか切磋琢磨して伸びていってくれればいいかなと思ってるんでその中で協力してもらえればあの悪いことはないと思ってますんで。 よくあの若い子でですね、はい、あのちょっと全然業種も違うかもしれないんですけど、ものづくりって意味で共通で、あのどんどんこう書類を重んじるようになって、業務連絡を書類でこう返してやっていると、書類にあることから外れた時に何やっていいかわからない。対応できないですよね。そうなんですよね。で社長のところはそういうその若い子たちを育成していく時に。 OJT が多いその現場での指導が多いかと思うんですがどうやってそのなんていうんですかね、うん、ゆとりって言っていいのか分からないんですがそういう子たちに分かりやすくしかも自分で判断する力を身につけるって何か工夫されてることは頭ごななしに怒らいいっていうのが一番です、はい、で私の時代は殴られた時代なんですけど一切それはやらないです、ね <laughs> <ー>で。とりあえずあの、はい 今の子で言いますと学校でが多いです、はいえー、学校の延長線だと思って1年間は接しますあ<ー>だからあのその子たちができるだけそのなんてうんですか洋菓子の世界に入って、はい、こうスイスイ泳げるようになる、うん、あのスイミングに入って、うん、歩き始めてちょっと平泳ぎができるよという状態ぐらいの感覚まであんまり強要しない。うんうん 前はどんどん詰め込んでいってたんです。三<あ>ヶ月間、やっぱりやっぱりそういう時期もあったんですね。早く職人さんを作らなければ生産が間に合わないっていう時があったんです。うん、もう初めて二三年の頃はものすごく忙しくて、うん、どうしてもどんどん詰め込み方というか、はい、ええしなきゃいけなかったんですけども、今それをやってしまうと、お菓子屋さんからやめてしまって他の 例えばフリータータみたいなな感じになってしまう,うんですよ私フリーターってねあんまり職業と思ってないんですよ自分の,あのこういう職人さんの中ではそれをやるんだったら自分の好きな仕事をまあ給料高い安いはあるかもしれないけどもやっぱり喜びの中でやる方がいいんじゃないかっていうことをよく言ってるんですけどその中で。 1>, え1年間はそういう中に馴染んでもらうということをこ,こ5 6年年でですかそら辺はやっぱりいろんな、まあ、言えないショックがありました <laughs> <laughs> こううんやめていったりこうすごく期待している子があのいなくなってやっぱり自分の子供みたいなもんなんで23年するとすごく愛情が。 湧いててきまして、うん、もうちょっとここまでいくといいところに来るなっていうところがあるところでなんかそういうちょっとしたことでつまんないことでやめていってしまうとショックでですねその中でやっぱり、まあ、時代も、まあ、みんな言っちゃいけないんでしょうけどゆとり教育っていうものをなったからかわからないんですけども、うんうん、ちょっと難しくなってきたここ3年ぐらいですねだからやっぱりあのスタッフにも話してるんですけど言う前によく考えて。 相手がどうすれば、よくなるかっていうことを考えてくれっていうことに、特に。あの上の方の子たちには言ってるんですけど。本当に、ちょっと難しいかもしれないですね、時代的には。はい。私の時代は殴られて終わりだったんですけどそれはもう、あのスポーツも。みんなそうですよね。今、怒ると、もう、お家から出れないとか、あの、休んじゃうとか。してしまうんですよね。はい。そう。あの愛情があるから、多分怒ってくれるんだと思ってたんですけど、私が。はい。 ああそうですかはいえっ、ー、と、うん、またもうやちょっとあっという間に時間が,が過ぎてしまいました、はい、えっとまあちょっと後半もねえー、私もうちょっと人のことのに関してね,、はい、ねお聞きしたいなと思いますのでよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますともとリエコのモノづくりサポーターズ,ーターズマイクロナノバブルのシャワーヘッドは。 節水効果だけでなく、洗浄、温浴、保湿作用があり、全身で感じる美顔器とさえ言われています。私たちは、真鍮加工をベースに培った特許技術で、世界に通じる、そんなシャワーヘッドを生み出しました。医療、農業、水産、美容、食品加工、その他あらゆる分野でその技が光ります。田中金属製作所。 トモとリエコのものづくりサポーターズは今回もね前半でちょっと人の絡みの話をねいろいろしたんですけれどもやっぱりどんな職業どんな業種でも人っていうことはすごく重要だしそこをどう捉えるかっていうことが一、はい、つの小さい業態はますますそこが重要になってくるんじゃないかなと、はいはい いう中であの村岡社長はやっぱり人に対する考え方とか、うん、こう教え方とかがちょっとやっぱり違うなっていうのを感じたんですかねなんていうかあの自分が育ってきた環境の中でやっぱりこれは違うかなっていうこともやっぱり多々あったんですね、うん、やっぱり自分が目標としている部分をやっぱり認めてくれなかったり、うん、えー、まあケーキ屋さんなんで自分はこのケーキが売れるんだけど、うんはい、このケーキは で出してもなかなかお店に出してくれない作,作らさせてくれないまあこう人を育てる上で考えるることをさせるそれでなおかつ自分のケーキを作ることをさせるそれで自分のケーキを作った時にお客様がどういうふうな反応をするかという喜びを感じてもらうそうするとケーキは好きなんだけど余計ケーキが好きになる。で作ることも 好好ききににななるるるし売ることも好きになるんで、うん、あのお店を出すときにものすごくそういう喜びというか、うん、そういうものが増えてくるんで、うん、そういうふうには一応お話ししながらはやってるんですけども<ー>、はい、若手を育成されて、はい、あれですよねあのご自身の会社を会社というか組織を大きくするためにだけでなくそうです、ね、結構その外部の方の育成にも、はい、あの貢献されてるかと思うんですけどそこに、はい なぜあの労力と時間を割いてですねやってていくのかって何かっっ何信念を感じるんですがあのやっぱりお菓子屋さんっていうことをですね全体的に見た時にもうちょっとパティシエだったり職人さんっていうものを知名度を上げたいなっていうのとあと全体的なレベルが上がればもうちょっとお菓子屋さんっていうものが良くなってくるんじゃないかなっていう。う作る方はただ作っ 売るだけではなくてお客さんとの関わり合いをよく持ってあそこに行くといろんなイベントをやってて楽しいよと家族で行ってもみんながこう幸せになれるよっていうような感覚のお店を作るためにうちだけでやってても駄目なんでうちから出た人周りの人がやってくれるとお菓子屋さんの何て言うかなこの位置というのが。 ちょっと上に上がってくるんではないかなと思うんです。うん、なんでこういろんな仲間といろんな話をするんですけども、これからっていう時にどうしたらいいかっていう時にやっぱり人が一番大切ですし、そのためにはやっぱりそういうことをやれる範囲内で、えー、やっていかなきゃいけないかなと思ってます。素敵ですね。なんか本当にいいいやその好きと根気ですよね。あとさらにはその、はい やっぱりお菓子ですからセンス見た目のことが大事ですよね。はい、技術的にはその若手の方もそこそこですけれども、はい、やはりそのセンスに差が出てきてそういう場合はどういうふうにうあのいい方向に導いていてくんでしょうか、ねはいはい、あのやっぱりセンスのある人にはやっぱり実際は勝てません。はいえー、やっぱり あのセンスがいい人はちょっとやるとできるようになりますしそそこそこのものもはできるようになりますでもセンスがない人が日々努力することによって半年1年3年経つうちにあのセンスない方の人の方がやっぱり何て言うんですかね平均的ないいものを作れるようになるって確かに決してセンスはやる まだよくないかもしれないんですが100点に近いようなものはあのコンスタントに作るようになるというか日々の努力というかそういうのがいいかなと思うんですけども。やっぱりあのケーキって芸術品ではないんですよねそうなんす商売でケーキ屋さんを営もうとすると。はいあ あのケーキというのは私のコンセプトの中で家族の中が笑顔になるという最初の話でし,ましたけどお父さんが1,000円で家族のお,のお菓子を買っててこう笑顔がはじけるというかお父さんのあれがこうちょっと位が上がるというかそこにこう来るんですけどやっぱり家族の中に入っていかないと。 私的には意味がないんで。んはい。いや、今の話でなんとなく僕はやっぱヒントとしてね。うん、はい。あの。ものづりも、そのいいものを作ってればっていうのは、もう。こう、僕らの業界でも成り立たなくなっているんですよね。はケーキなんかも、よ、容易にそこに実ははまりやすい落とし穴があるんだな,ってなん。はい。かっこいいケーキであったり。うん、あの、本当にスタイリッシュなお菓子っていう感じで、今だんだん。 はい、来てるんですけどもでもそれはそれでいいとして、ねはい、私が求めるところはそこじゃないかなっていう、はいえー、地域密着ってよく使われるんですけども、はい、んラ・フランスといったらやっぱり相模原で根付きたいっていう部分があるんで、はい、それにはやっぱり。 今のかかいいいを守っっててなななきゃいけないかなっていう部分があるんですけど、うん、そうすると社長さっきあの独立する時に、はい、まずあの信念とか理念とかっておっしゃってましたけどそこで例えば、まあ、お弟子さんにあたる人がね、はい、そのちょっと技巧に来るばっかりのところの信念出すようだとやっぱりそこはちょっとこう修正してあげたりはするんですか とやっぱりその人の個性なんで言っても無理な部分があるんです。実際にあのかなり違う方向行ってる子もいるんですけども、<ー>なかなかやっぱり難しい部分がありますよね。やっぱりあの自己満足という世界に入っていくんで、お店としてそれでもやっていければいいんですが、なかなか難しい部分があるんですね。はい、こうヒット をずっとしていいいかなななきゃけでもそれよりはやっぱりしっかりと根付いてあのそこの地域のやっぱりお菓子屋さんっていう位置でいいんじゃないかなと思ったりしてるんですけどお菓子も今いろいろありますからねほんにアミューズメントみたいなちょっとパフォーマンスが入るお菓子もありますし。はい そのヒットメイクって考えるとやっぱり純粋にやっぱりあの安心っていう部分と安全っていう部分とそういう部分を備えてなおかつうーまああのリーズナブルにっていう部分はやっぱり大切じゃないかなっていう個人点では特にですねやっぱり利益だけ求めていくと難しい部分がありますんでそこら辺をしっかりと。 見ながらやっていく部分があると思うんですけど。うん、個人店のそのバランスってありますよね。そのありますコンビニのお菓子も確かに進化して、はいはい、手軽に。ちょっと。贅沢で美味しいですけど。はいはい、なんかやっぱり違うんですよね。うん、あの。確かにある意味安心なんですよ。保存量が入ってお餅もいいですけど。じゃあ、その何十年後の体のこととか。あと、慣れ親しんだ自然の味ですよね。うん、それを考えたときに。はいはい 消費者がどこを選んでいくのかなってそこら辺は私も本当にかなり意識してまして、はいうん、やっぱり、えー、あの材料であったり、はい、そういうものを、まあ、現場に行って調べてどういうふうな、うん、あの例えばいちごであったり桃であったり、うんまあ、うちの名前のラフランスというものを農家さんが作られている時にどういうことで作られているのかということをやっぱり 言ってですね、うん、あの、本当に、そこの農家さんとお話しして。うん、あの、納得したものを使ってるって部分が、かなり強いんですけど。うん、もう、これを話すと、本当に。二、三時間かかると思います。すみません。<laughs> すみません。素晴らしく、そこにも、かなりの思い入れと、あの、努力があるんだろうなと思います。うん、はい。うん、まあ、あの、今日ね、本当に短い時間で、すごい、こう、えー、いろんなお話をしていただいたんですけど、<laughs> 多分、僕は。 あの社長さんはここまで来るのに先ほどのケーキの芸術と商売っていう狭間まの中でかなり葛藤した時間を過ごされたからそれを今言おっしゃれるんじゃないかなと思ったしっ自分もやっぱり東京にいて結構いろいろなものもやってたんでそれはやっぱりこうかっこいいやつの方がですよ、ね、プライドもあるしいいかなと思うんですけどでもやっぱりあの。 家族の笑顔であったり。うんこう 手軽にとか、うんえー、いろんな気軽にというかよく口癖でうううちは駄菓子屋さんんになりたいいっていうことを言うんですよ<ー>あのお子さんが例えば1,000円とか握ってきてお母ちゃんとお父ちゃんのためにとかっていう子は、はい、たまに年に何人か見るんですけど、はい、そういう時がやっぱり一番なんか嬉しいのかなっていう本当にこう気軽に入ってきてもらうっていうか、えー、本当にこうついでに。 うん、買ってもらえるようなお菓子屋さんっていうのが理想でやっぱり敷居が高いと自分の目指しているところじゃないんじゃないかなと思ったりするんで、うん、そこの地域であったり家族であったり、うん、そういう部分にこう入り込んでいくっていうか、うんえー、そこにラ・フランスが横にあれば、うん、あの本当にありがたいかなっていう感じはするんですけど。うんうんえー いや駄菓子っておっしゃいますけどね、あのお店の雰囲気はすごく内装も凝ってますのねホームページでこうケーキの形とか写真が見れますけど、いやすごいですよね。本当びっくりしますね。美味しそうですし、ぜひ食べていきたいなってありがもうあの入るまではちょっと敷居が高いあの高級店かなと思うんですけど、入ってみますとね、確かにパッケージ一つ一つもあのアスカラーですごくその第一と。 相模原と相模川のイメージだとおっしゃったけどとてもよくわかるんですけれどもあの価格は見るとですね本当におっしゃるようにリーズナブルで良いあの材料を選ばれてるのにこのコストであの価格でっていうのは素晴らしいなというふうに自分で言うのもなんですがものすごく努力していますそこら辺はですねあの一番努力してる部分があの価格の分だと思う部分だと思いますやっぱり さっきの話じゃないですけど気軽に食べていただきたいっていう部分とやっぱりあの相模原という土地柄もあるんですけど広いんですねだからわざわざ来ていただけるお客様の方が多いんでそのためにもやっぱり最初のコンセプトを守っていかないと今21年になるんですけどもやっぱりそれを裏切ることになるんでやっぱりそこら辺を勘違いしないようにやっぱりやっていく部分 がやっぱり、しっかりしてないといけないかなと思うんですけど。うそうすると、やっぱり独立された時に、はい、あのお父さんが月に2回帰って。帰れるものっていうのは、ねはい、やっぱり、あの。ケーを追求するっていう思いよりも、そこの方が強かったんですか。私は最初ですね、その、がもう9割ぐらいでした。<ー>はい。あの、最初、あの、東京にいる時は。 全く逆でした私のお菓子を食べてみてっていう、はい、食べてみれば美味しさが分かるからっていう,うその代わり高いいよってうでもあったんですけど<ー>でもそれは一部の人でもまあいいかなと思うんで、はい、あのやっぱり町のケーキ屋さん駄菓子屋さんの延長線でやってるっていう部分で自分の中であったんで、うん、その家族の中町の中にやっぱり入っていくには やっっぱりそういうい部分が必要かなと思ってた私喜びが多いかなっていう感じはするんですけど、うんうん、ただ作ってるだけで、うん、あの本当にいろんなありりががととううっていうことが言われたたすするんですよ、はい、たまにケーキのデコレーションをこうやって,っていう作っていくと、うん、ありがとうっていうあの一番嬉しかったのが1年間食べれなかったケーキっていう一番上にプレートを作って絵を描いてあげたりとかしたんですね。はい うん、20年ぐらい前に、はいうん、そこの男の子が食べれなくて1年間冷凍に入れた,もったいなくてっていうんすごく嬉しすぎて<ー>他の下のケーキは食べたんですけどその部分は1年間取ってたんですよってお,お母さんが来て「<ー>また同じのをお願いします」って言われて<ー>、まあ、そういうなんていうんですかね喜んでもらったり感謝していただいたりっていう職業っていうのはあんまりないんじゃないかなって今考えるとですね ないんで本当に、あのー、いい職業だなとは自分的には思ってるんですけどなんとなくこう、うん、作るっていうことに没頭する輪だからそこに入らずに、はい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 、ストイックなこう職人の自分のこう満足だけに陥らずに笑顔でこう対面のこう喜びを 獲得されてうん,なんかうんうん自分で考えてこう来たわけじゃないんですけどうこう人とのつながりでそういうふうに4件変わっていってだんだんこうそういうふうに変わっていった部分っていうのはう今考えるとあるかなと思うんです人のつながりっておっしゃいましたけど人材育成というか、はい、あの先々のところも考えられて。 皆さんをこう幸せにしていいいくととうお力が強いのかなと、うん、やっぱり、ね、あの、うん、この職業というのはやっぱり他の職業と違って、はいえー、誰かが助けてあげるというものはなかなかないんでその人がやっぱりある程度のレベルまで上がらないと生活はできないんでその中でできる範囲内であの携わった人にはなんとかそこまで行ってほしいなという部分があるんで。うんはい 本当にその人との関わり合いでえ今までで一番強く持ってるのはやっぱり自分ちの出た人間がそこの町に根付いてまあできればあのうちと争うようなお店がもうどんどん出てきて切磋琢磨しながらあのこの何て言うんですかねお菓子屋さんっていうのをこう上げていければいいかなとは思ってはいるんですけど。 時間が経つとうございます。ケーキが間違いなく中心にあるんですけどでもケーキだけじゃないっていうんとなく今回2回続いてお話聞いててそんなふうなちょっと感想を持たせていただきました。 でまあ、ちょっと最後になんですけども、はい、とはいえこう自分の今持たれてる2店舗 2>、はい、これはどうしていこうと。 あの今現在ですね、はいえー、城山店の方改装しておりまして、はいえー、今までバウムクーヘンというものはやってなかったんですが、はい、そこでバウムクーヘンを焼く工場を、えー、今月中に一応作りましてそれから一応その今までやってないようなバウムクーヘンのものをちょっと 出ししてていいこううかなっていう感じはします私が一番最初大きなお店で働いた時に一番最初にやらさせてもらったのがバームクーヘンーだったんです暑<ー>くてものすごく嫌でバウムクーヘンや,、えー、やるつもりはなかったんですけども <laughs>、はい、やっぱりあのいろんなこう巡り合わせでバウムクーヘンをやりなさいっていう機会が来たのかなと思ってまあ25年ぶりぐらいにバウムクーヘンをやるんですけども。はい まああの本当に時代が進化してていろんなのができるようになったんでまたあの相模原からいろいろ発信できる部分があるかなと思うんでえまあそれをやりながらまたあの確実にんてうんですか相模原から発信できるものを一つずつまあ作り出していこうかなと思ってはいるんですけど。 えっとにまだまだ時間がどんどん足りなくなっていっちゃう感じですけれども私もちょっと相模原お店にチャンスをねぜひ作りたいなと思いますし皆さんもちょっと相模原通ったりお住まいの方はそうですねぜひ行って実際にお店でねご覧いただければと。種類今度さらにまたバームクーヘンもあるということなんで行ってみていただければと思います。 えー、こ2ヶ月にわたって、えー、いろんなお話を聞かせていただきましてありがとうございましたありがとうございましたました,たまたりえこのものづくりサポーターズ即日現金買取日本全国どこでも無料査定ドラック買取センターアートフレンドオート希少車軽装甲車アスカム車仮装もしっかりプラス査定高額買取 続き無料自社直接販売だから高額買取が可能です整備や修理も専門のスタッフにお任せください高く売りたいあなたの気持ちに応えますトラック買取センターアートフレンドオートスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして 全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。ともと、リエコのものづくりサポーターズ。はい、えっ、ー、とどうでしたか。はい、村中社長の話に。やはりあのー、そうですね、ゲストにお越しいただく時にも、うん、きっとあの。 ケーキ屋さんというだけでなくちょっと広がりをねいろんな方にこの一つのものづくりとしてまたものづくりに関係ない人にも何か伝えられるんじゃないかなと思ったんですけども期待以上のお話が聞けてよかったなと思っております。今回お話聞い、はいてててて小ささ頃っっのケーキ屋ん あったじゃないですか、はい、いっぱい商店街にも必ずそれが今なくなっちゃって、はい、こう駅だとかデパートとかに行ってどこのデパートでも入ってる、はい、ケーキ屋さんでケーキを買うっていうことが日常になった中でね、えーはい、これからやっぱり村川さんみたいな考え方を持った人がケーキっていうものをもう一回こう携わってくれるとその地域地域とか町とかにもう一回その町のケーキ屋さんっていう業態が。 出てくるんじゃないかなとも思うしう、ね、またそれがこう愛されていく存在になりうるんじゃないかなって思ったんですね。はいえー、で村川社長 もしかしたら、そんなことをこうやっていきたいっていうのが、もう本当に根底にあるのかなっていうふうに。すごく感じたので、まあ、うちの近くにもぜひ。お弟子さんが。おじを出してくれるのを、ちょっと心待ちにしたいなと。思ったりしました。はい、はいうん。まあ、あの、私、甘党なので、ぜひ。ぜひ。<ー>ぜひサウナのスタ、はい、いただいて。いきたいと思います。はい。 あっという間でしたけれどもね。またあの今後、はい、ね、はいえー、業種に関わらず、はい。いろんな人のお話を聞いて、えー、はい。いろんなことを学んでいきたいなというふうに思いますので、はい、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。